こんにちはコメント返しをしていいいきたいと思いますウェン・ショーターのサックスの音色ポ、ツというですね、ポ、ポ説ね、ポという音がする、で、カイカッコポと書いて、で、説というですね、サンジョルディさんからのコメントを紹介した動画にいただいたコメントなんですけれども、先ほどいただいてますね、えー、ちょっと前に永井努さんからこの動画にコメントいただきましたので、紹介したいと思います。 最近、ダンジョン系アニメにハマっている長井ですって。<laughs> ダンジョン系アニメとか長井さん見てるんだ。私、あんま見てないんだけど、あの、ダンジョン系アニメってど,どういうやつダンジョン飯とかってもうダンジョン系なのそれともベタだから、食べ物のやつなのかなそれとか、便利屋斎藤さん、異世界に行くとか。でもこれって異世界系なのかなそのダンジョン系のちょっと、 定義よくああ、でも、あれのかな、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているのだろうかとか、そう,そういうのがダンジョン系なのかな、でも、結構、私、さすがに、タイトルは知ってるけど、見てはいないんだけど、長井さん、若いですね、なんか高校生が見るようなアニメとか、わかんないですけど、高校生じゃなくて、今もう、こういうのって、社会人とか見てんのかね、わかんないけど <laughs>。 こういうのに最近ハマってるんですね。ダンジョン系アニメにハマってる長井ですって。いろんなにハマりますね、長井さんね。文句に始まり、今度はダンジョンですか。でえー、勇者、雲、長老、魔術師、釜石さん。私、勇者って柄じゃないですよ。どう考えてもゾ、ゾンビとかコボルドとかスライムって感じですかね。でも、長老、魔術師、釜石さんって、なんかすごい合ってるような気がしますねで。いつも叫びたりで、なんとかダンジョンをこなしている、ドワーフの、ベン長井。 ドアフって小人の妖精みたいなやつですかね。永井さんは、どっちかというと、あれ、なんか、皮肉屋で、 あの性格悪いんだけど腕は確かな剣の達人とかなんかそういうのがキャラって必ずいるじゃないですか必ずじゃないかもしれないですけどほらあの主人公がまっすぐな性格だとするとちょっとその主人公のまっすぐさを引き立てるためにちょっとひねた役とかクールな役とかなんかそういう人っていますよねだから多分永井さんそっちそういうのになんか合う感じがしますけれどもねそういう役ね。それで えっとちょっと戻りますけれども、えー、っと長老が釜石さんでしょ、でドワーフが便長い、<laughs> そして少し後ろでみんなをそっと見ている僧侶、ひろし橋本、あっ、ひろし橋本さんってそういうのなんかすごい合ってそうな感じ僧侶って感じしますよね。 わーなんかうまいななんかでそして旅の途中で時々助言をしてくれるエルフサンジョルディこんな構図ですよねってななんかめっちゃ合ってるような気がしますねエルフサンジョルディというエルフって ってあれですよね私が思い浮かべるエルフってなんか耳がとんがったかわいい女の子みたいなイメージなんですけど違うのなんかサンジョリーさんって可愛い女の子の耳がとがった妖精みたいな感じの女の子わかんないですけどでも、まあ、な,なんか合ってるような気もしますよねなんかこ,うこういう構図これでパーティー組んでねなんかへっぽこパーティーですねすぐ全滅しそうですね。<laughs> <laughs> まあそれで何を求めて旅をしに行くのかもちょっと分かりませんけど永遠のジャズを求めてとかね永遠のジャズって何やって感じでドンチェリーかよみたいなそれは永遠のりあれですねちょっと違うアルバムのタイトルになっちゃいますけどもまあ,まあとりあえず旅するわけですね旅嫌なんだよね私にあんまり引きこもりとかあんまり移動したくない人に最近なりつつあるのでねそう それに比べればね、私、全然年上で青春18切符で、あの昨日はなんか山形、今日は仙台、明日は岐阜みたいなね、あ,あじゃない、広島と移動しまくっている、たけし0506さんのバイタリティが羨ましいですよね。まあでもまあた たけし0506さんが賢者って感じかもしれませんねいろいろな古文書からなんか分厚いあのス SJ という表紙に刻まれた古文書を持ってですねパラパラとめきて,てこれは古い言い伝えによると「阿波村伝によるとこうじゃな」なんてアドバイスしてくれる長老みたいな役が当てはまりそうですねなんてねまあ この動画初めて聞いた人からしてみれば初めてこの動画聞く人いるかどうか分かんないですけど何の話何のこっちゃっていうような話でしたけれどもまあそういう方はですね他の動画も100個ぐらい見てですね100個も見る必要ないですねどっかのマスターみたいですからねまあいくつか見ていただいてそれでちょっとこの独特な動画に出入りしている出入りというか書き込みをコメントをしているあの 個性豊かなキャラの持ち主の人たちの、ま、キャラクターとかコメ,ントコメントをね、アップしてくださる方のキャラを把握して楽しんで、ま、楽しめるかどうかはわかんないですけど、まあ、いろいろ把握していただいた上でまたこれを聞いていただければ、なんとなくね、この村の世界観がわかるんじゃないかなと思いました。ということで、さよなら。バイバイよ。